こんにちは、榎本美沙です。じゃーん、青じそ、大葉ですねがすごくたくさんできる時期がやってきました。家庭菜園なんかでも作ってらっしゃる方いるかもしれないんですけれども、今日はですね、この青じそをたっぷり使った青じそのごまドレッシングご紹介したいと思います。青じそはですね、以前お醤油風味のドレッシングもご紹介したんですけれども、今回はみんな大好きごまドレになります。ぜひですね、青じその風味が豊かで美味しいので試してみていただけたら嬉しいです。では材料の説明です。まず青じそたっぷり使います。そして甘酒、ストレートタイプのもの、白すりごま、太白ごま油、なければサラダ油でも大丈夫です。そしてお醤油、黒酢になります。ちょっと色が薄いんですけど、これ黒酢です。はい、ではですね、ミキサーもしくはブレンダーにかけていきます。すごい簡単です。まず青じそちぎり入れます。青じそが濡れてる場合はしっかり水気を拭き取ってから使います。その方が保存しやすくなります。でここにですね、甘酒、ストレートタイプのもの、白すりごま、そして太白ごま油ですね、なければサラダ油でも構いません。黒酢、ちょっと色薄めですけれども、あの鹿児島県の福山市の美味しい黒酢です。そしてお醤油加えます。こちらでですね、ブレンダーにかけていきます。あのミキサーでも大丈夫なので、お手持ちのものでやっていただけたらと思います。全体が混ざればこちらで OK です。では清潔な瓶に入れていきます。こちらで出来上がりです。冷蔵庫に保存します。せっかくなので今日はこの青じそごまどれを使った美味しい豚しゃぶご紹介したいと思います。はい、まず豚肉を茹でます。ちょっとお酒とお塩を入れたお湯で茹でていきます。豚肉は色が変わったらですね、もう揚げていきます。茹ですぎてしまうと豚肉硬くなりますので、もう色が変わったらですね、すぐ出すようにします。であまりボコボコしてる湯でね、茹でないっていうのも柔らかく仕上げるポイントです。今回はですね、これ長芋豚しゃぶに青じそごまどれかけていきたいと思います。この長芋はですね、袋で叩いて潰します。ポリ袋に長芋を入れて、で麺棒で潰していきます。すりおろしてもいいんですけれども、こうすると洗い物も少なくて済みますし、ちょっとシャキシャキしてるところが残るのが私も好きなので、よく叩いています。このね、長芋のこの淡白な感じと青じそごまどれの風味豊かな味わいがすごくよく合うんです。で粗さはですね、お好みで大丈夫です。はい、ではあとは盛り付けるだけです。先ほどしゃぶしゃぶした豚肉、美味しそう。水でさらしたりするとちょっと水っぽくなるので、さらさずにね、するのがおすすめです。そしてここに、叩いた長芋、これもまたソースのようになって美味しいんですよ。夏の元気になりますね。そして仕上げに青じそごまどれたっぷりかけます。よいしょ。
こちらで長芋豚しゃぶ青じそごまドレッシングがけの出来上がりです。はい、では、長芋豚しゃぶ青じそドレッシングがけいただきたいと思います。いただきます。いや、この青じそドレッシング決してこれだけに合うわけではなくてですね、普通にドレッシングとして、お野菜にかけていただいてももちろんいいんですけれども、ちょっと今日はですね、この一押しのものも食べてみたいと思います。いや、このとろっとしたですね、長芋のたたきがまたソースのようで美味しそうです。これあれだな、追いどれした方がいいな食べる前に早速追いどれ。よいしょよいしょ。これたっぷりかけて美味しいですからね。甘酒で、甘ったるくもないんで。美味しそう。お、とろっとしてる。しそ感美味しい。長芋も合う。青じそごまどれ、青じそが本当にたっぷり入っているので、しそ感がすごいふわっときて美味しいのと、あと今回作りやすさもそうなんですけど、すりごまだけで練りごまとかを入れてないんですね。なので割とさらっと食べられるので、青じその風味がより生きてるかなと思います。そしてシャキシャキしたやつ、音入ってたらいいなと思うんですけど、長芋ちょっと粗めにね叩いたので、そのシャキシャキとも相性がいいなと思います。今回豚しゃぶそして長芋がけにたっぷりかけましたけれども、副菜として長芋だけで叩いたり、あと千切りとか拍子木切りとかにしてですね、それにこうかけていただくっていうのも美味しいかなと思います。普通にレタスサラダとかトマトとかのサラダでも美味しいので、よければですね、青じそ美味しいのがたっぷり手に入ったら試してみていただけたらと思います。これからもですね、季節に合った料理だったり、発酵食品を使った料理、いろいろご紹介していきます。ご興味がある方は、チャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。あ、すっごい元気が出る味わいで美味しい。